はい、皆さんこんにちは、こんばんは、コロムシでございます。今回の配信もですね、環境から来るカードとちょっと気になっているカード、これ別々でチョイスさせていただきました。どちらも理由が違うだけでね、需要は伸びてきそうだと考えているものですので、ぜひお見逃しなく、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、では始めていきますが、その前に前回のね配信でタケルライコ EX と砂の毛皮 EX を紹介させていただきました。砂の毛皮は特性で投影ね1枚トラッシュから付けられるので、複数になるとタケルライコの技極雷号を早く打てる、だから高騰してるんでしょうみたいなね、そんな内容でした。あの動画をね編集している際、うちの虫くんがですね、ボソッとちょっと面白いことを提案してきたんで、今回ちょっと紹介させていただきます。その面白い提案の前に2つ確認。1つ目に、タケルライコの技極雷号は基本エネルギートラッシュ枚数 ×70 です。何が言いたいかというと、基本エネルギーと表記されており限定されていないというところです。二つ目に、砂の毛皮の特性、磁力吸収は相手のサイド枚数4枚以下が発動条件だということです。以上2点からこの子もありなんじゃねえかなっていうことでつぶやいてきたのがこちら、フォレトス EX でございます。エネルギーは草なのでちょっと使いづらいように感じますが、特性の爆裂エナジーを見てみますと、まずですね、使ったならこのポケモンは気絶します。まずここで相手のサイド枚数を減らすので、砂の毛皮の特性条件の加速になりますよね。その代わりじゃないですが、自分の山札からトラッシュじゃなく山札からですよ、草エネルギーを5枚まで選び、自分のポケモンに好きなように付けられるといった特性です。この5枚は、場にいるポケモンへ付けといたとして、先ほど申し上げたようにタケルライコの技を打つためのトラッシュするエネルギーって限定がないじゃないですか。この時付けた草エネルギー5枚が全部使用できるわけですよ。 70×5 で350、必要ないエネルギーでこれだけの火力が出せます。さらに、砂の毛皮につけた投エネルギーは使用してませんので、次のターンのタケルライコの攻撃力も下げることなく準備が可能。ほう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 。実際に回して確認はしてませんが、かなり面白そうな感じですよね。実際に使えるかどうかっていうのは分かりませんが、まあ何かの参考になればと思い、今回ちょっと紹介させていただきました。はい、ということで本題に入りましょう。今回も2方向から見た紹介となります。価格だけではなく何かの参考になれば嬉しいです。では、環境側の方から1枚選びました。紹介させていただきます。こちらクレッフィーでございます。はい、まさかのレアカードって思いましたよね。2023年1月20日発売、バイオレット EX 収録の鍵束ポケモンって言うんですね。ここに書いてあります。このクレッフィーがですね、おそらく今の環境内ではコロムシ一番気になってるかもしれません。理由はね、言うまでもなく特性です。いたずらロック、とんでもないことが書かれています。このポケモンがバトル場にいる限り、お互いの場の種ポケモン特性がなくなるっていうやつなんですね。もちろんこのいたずらロック以外ね。これですね、ですね、やばくないですかやばいですよね。これ順番に行きましょう。まずこのクレッフィーも種ポケモンですから、まあバトル場に出せばもう条件クリアっていうか、もうすぐ出せるわけですよ。そして特性なので、どのデッキにも組み込むことができます。唯一気にしなければならないのは、こちらのアタッカーは進化系であることですかね。次に、種ポケモンのみと書かれておりますが、これよく考えてください。古代未来ってほぼ種ですよね。トドロクツキや鉄のカイナといった技ならまあ大丈夫ですけども、例えば鉄の武人のタキオンビットやミライドンのタンデムユニット、砂の毛皮の磁力吸収、パオジアの罠なく霊気、鉄のイサハのラビットバーニアなど、現環境でもバシバシ使われている種の特性が使えなくなります。またさらに厄介なのはロストデッキですよ。キュアワーの花選び、ウのロストプロバイドが死にますからね。これはロストデッキにとってかなり致命傷となるはずなんですよね。このようにクレッフィーは古代未来ロストキラーになりかねない存在なんですよ。もちろんそれ以外でも、輝く月光河の隠し札、ネオラント V のルミナスサイン、ロドン V の即席充電、サンダーのエリキシンボル、イキリンコのイキリテイク、マナフィーのナミノベール、ジラーチのステラベルなどなど、まだまだ影響が出てきてしまうカードありますよね。これは引くほどやばい気しませんか？出された方からすればたまったもんじゃないですよね。では、まあそんなちょっとクレッフィー、トレチャさんで見てみましょうか。
あ、全然ですね。129円ですって。90日で縛ると105円だったのが少し上がっているようですが、まあ特製のヤバさの割には需要がなさそうですね。なんとなくこう300円とか400円くらいになっていいんじゃねえかなと思ってるんですけど、まあこれからなんですかね。はい、では話を戻します。今度はクレッピーを出す側の方で考えますと、まあ言うてもね、 HP70 ですから、特製を返さない技でしたら簡単に倒れちゃうわけですよ。ここでね、またうちの虫くんがね、クレッピーを使って面白いデッキを作ってるんですよね。それもちょっと紹介しておきます。こちらです。ハカドック EX でございます。これですね、5月19日に発売された EX スペシャルセットのプロモから出てくるやつなんですね。スノーハザードとクレイバーストが4パックずつと、プロモパックが1つ入っていた。確か1800円ぐらいだったと思いますね。でもハカドックって使ってる人いるのかな、わかんないですけど、まあ、というところがまたいいんですよね。流行りっていうことも大事なんですけど、せっかくね、組む方法が豊富なポケカなんですから、やっぱね、独自性の高い個性あふれるデッキにしたいですよね。さて、このハカドック EX の下技、お墓参りです。素点160プラス自分のトラッシュにある超ポケモンの枚数かける10ダメージ。面白そうな感じちょっとしてきました。先ほどのクレッフィーはあくまでバトル場で壁を作る役ですよね。その間ベンチでもうガンガンポケモンの育成に携われるわけですよ。例えばまあキルリアのリファイン、手札1枚トラッシュで山札2枚、超ポケモンをトラッシュに送れるわけですよ。サーナイトのサイコエンブレイス、複数のハカドックに、技用の超エネをつけたり、またクレッフィーの逃げエネなども使用できます。クレッフィーも仮にね4積みしたとして、もうベンチの形ができてしまえば、何枚かはもうトラッシュ送りにしちゃってもいいじゃないですか。要は用途が済んだ後もうハカドックのお墓参りの養分にできるわけなんですよ。トラッシュ枚数かける10なので、まあ火力は多少しんどいかもしれませんが、エネルギーのトラッシュや副作用みたいのがないので、万全状態で盤を返せるわけなんですよね。これはいいですよね。そして何より、まああんまり見ないハカドックデッキっていうのはね、とても素敵だと思いますね。ぜひちょっと回して試してみたいものです。そんなハカドックもトレチャさんで見ておきましょうか。まあこれもそこまでではありませんね。現在435円ですからね。プロモカードなんで市販パックから出ない分少し高めなだけでね、まあ、やっぱり使われてるっていうちょっと感じはしないですね。さて、しっかり高騰しているわけではない2枚を紹介しましたが、このように環境に刺さるかもしれない、そう考えながら事前に唾をつけておく、そのようなこともですね、ポケカを楽しむ一つではないかなと思いまして、今回クレッフィーハカドックを紹介させていただきました。はい、それでは次行きましょうか。次はですね、先日公開されたサポートからご覧いただきます。こちらです。ビワの SR ですね。こちらが公開されました。イラストもこれスーパーかっこいいですよね。なんか人気出ちゃいそうな、なんか雰囲気醸し出してません？陽炭は思い出してしまいますね。何なんでしょうね。カード内容は、まあ、手札のグッズを2枚選ばれトラッシュされちゃうっていうね、まあ、地味にいやらしいカードです。さて、本日1月18日でございます。現時点ではこのビワ SR が公開されていますが、こちらおそらく近々このベルの真心の SR や SAR の情報公開があると思われます。前の配信でもベルはちょっと触れましたね。先輩カードは11年半前、2012年7月13日発売のコールドフレアに収録されておりました。ちなみに価格は114,000円ですが、まあ備品がなくショップさんの価格差がすごいです。カードラッシュさんの258,000円、これが備品相場に近いんじゃないかなと思われます。さて、ベルといえば BW でございます。主人公の幼馴染としてね、チェレンと一緒に登場しておりました。チェレンはご存知の通り男性キャラで、スターバースに SR、 それから V スターユニバースに SAR、 そしてベル同様11年半前のフリーズボルト収録で SR が存在しております。チェレンは最近ポロポロ、まあ、収録されていたんですが、ベルは本当超久しぶりっていう感じですかね。さて、BW はブラックホワイト、そしてブラック2、ホワイト2が存在しますが、どちらにもチェレン、ベルが出てきますね。今日お伝えしたいと思ったのは、この後収録されるかもしれない女の子サポートの話なんですね。ここで浮上してくるのは女の子主人公をコロムシは考えております。ブラックホワイトの女性主人公はトーコです。可愛いんですけど、トーコって一度もポケカに出たことがありません。だから出るかもとも言えますが、チェレンもベルもね、今まで出ていて出すタイミングってあったはずなんですけど、それでもね収録されたことがないと考えると、可能性はなんか薄いのかなっていう感じしますね。ではブラック2、ホワイト2の女性主人公、これご存知でしょうか。本日はこの子がターゲットでございます。こちらです。メイでございます。 BW の香りがする収録状況、そしてベルもね、ベルの真心として出てきました。近々メイ来るんじゃね
そう思っているんですね。だとするとドリームリーグ以来じゃないですか。痺れますよね。細かいことを言いますと、今回のベルの真心ってベル見てもらいたいんですけど、メガネしてませんよね。ブラック2ホワイト2では、ベルは荒木博士の弟子になっていて赤いメガネしてるんです。コールドフレアのベルはメガネしてますよね。だからちょっと違うのかもなとも思ってるんですけど、でもね、やっぱりね、考察も楽しい方に寄ってしまうっていうかですね、そっちの方が面白いなっていう感じです。もちろん確定の話ではございません。あくまで可能性として出てきたぞっていう話です。では、ドリームリーグのこのメイちゃんもね、トレチャさんでちょっと見ておきましょうか。2019年8月2日発売のドリームリーグ収録、現在91,000円で、昨年のね大高騰時期は20万円を超えておりましたので、やっぱりまあだいぶ下がりましたね。しかし30日でちょっと縛ったグラフにしますと、なんて言うんでしょうね、これね、なんかうずうずしてるようなグラフ形状ですよね。上がりたいのか下がるのかはっきりしない、なんかそんな感じです。まだこれわからないですね、どっちに動くか。そしてね、やっぱりまあメイって可愛いんですよね。これもし地引きで引きましたね、もう遠い昔ですけどね、息子と大騒ぎしましたもんね。懐かしいです。4年半経つんですからね。仮に可能性が出てきたメイが収録されるとしたら、まず間違いなく、この子に影響が出るでしょうね。ヒロインランキングなどではランクインしません、主人公ですからね。しかし、根強い人気を誇る多くの隠れファンが存在しているのは、イラスト集みたいなのを見たりね、あとはなんかプレイマットを見たりするともう明らかですよね。大好きな人たちがいるんだなっていうのはね、わかります。まだ確定ではないので動くには早いかもしれませんが、まあ頭の隅っこにこれ置いといていい情報かもしれません。コロムシも大好きなんでね、ちょっとひいきめな話となってしまいましたが、ぜひメイ来ていただきたい、まあそんなね思いから、本日はメイを紹介させていただきました。はい、今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。くんまで勝手な見解、参考程度にしていただく動画であることを忘れなく。でも、もしかしたらというのをね、考えたりするのはやっぱり面白いですよね。ということで本日はここまで。また次の配信でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。